気ままにダラダラ、ショーチャンネル。あれ大丈夫そう？何もいない。この先かね？嘘やろ。これは嘘やろ。絶望しかないやん、その人数。本当に地獄絵図なんだが、これどないするよ。無視するわけにはいかんよな、これ。うわ、もうどんどん湧いてる。こりゃあかんぞ。でも多少あれなんだな、仲間割れはするんだな、そこやり合ってんもんな。ってなったら一回そこスルーしてデススポーンしないかな。こっちよりかは向こうの方が広そうだし、いけるかな。ただここを無事に渡り消えるかどうか。これはまずいだろう。普通じゃないもん。ちょっとあー、ごめん。行こう、レッツゴー。よいしょ。さあこれで、いや多少ついてくるか。あ、でも大丈夫そう。あ、チェックポイントある。ここで一回やっとこう。よしよし、これでどない。一応突破はできたはできたけど、何の解決にもなってないけどな。まあ、とりあえずここにいるやつをやっとくか。やばい、これやばい、これやばい、これやばい、多すぎる。下がマジで多すぎる。役だ。長かった。オッケー、残り1。これ、オッケー。ああ、静かになった。ああ、マジでありがてえ装備。あ、けどもう頭壊れたか。ボロボロやな。フルで持ってきたのに。お前らどんだけ硬いね。よしよし。でもこれで先進める。これでまた上か。けどこれまた上から来てねえか。なんでお前今上から来た。もう頼む、もう頼みます、お願いします、許してください。いるーなんだあれは。今オーラまとってなかった。お前かよ。うわー一撃、嘘でしょ。うわ、防具消し飛んだし。マジで言ってる。まだいる。いや、もうさっき壊すべきか。あ、大丈夫、まだあそこ。あ、いたいや、これはもう一気にいって制圧するしかないな。ゴー。もう湧いても知らんわ。いるし。じゃあこっち、とりあえず一個くんなっても今の距離おかしくない？めっちゃ距離取ってるのにあれで爆発する？
こんなってもこわす。あーよかった、いけた。この敵が一番ひどいかもしれん、強すぎで、そいつらが守ってたもん。何よ、あーまたこれか。まあまあこれはありがたいね、まあ、もらっていこう。よーし、アイテムも手に入ったってことはもうそろそろいよいよか。この上頼むから言ってみよう。こちら、え、ちょっと待って、ダイヤモンド装備やけど違う、ゾンビとかがスケさんじゃない。うーわお前らかよ、ちょっと待って、仲間割れ始めたからもう今のうち、今のうち熱いけど頑張る。くっそ、これはきついぞ、まともに戦ったら負けるに決まってる。こんな回り込みながら、よし、ラス1、ラス1、あっちいなこれ。あ、けどそ、この装備強いわ、めっさ強い、持つね。よし、あとは殲滅していこう。間に合うかな、勝ってんだよ。あとハートに持ってくれ、持ってくれ、俺の命。ほい、きつい、燃え尽きる。大丈夫かな、お、よし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 、いけた、突破。はあ、ちょっとさっきに引き続きやばくないかね。もう終わりであってくれ。何これ、覚悟を決めてレバーを入れろ、何それ、レバーを入れろ、ここで何か起こるの。いやだってもうなんか嫌な頭あるしさ、それはさすがにないか。おい、ん、これでどっか開いたりした、こっちじゃないね。ん、下へ降りてこい、階段に通じる扉を開いた。で、さっき呼んだ久しぶりの来客だ、楽しませてくれよ。下の階段、じゃこのエリアはこれで終わりか。下、でもここ階段じゃねえわ、この下かな。よいしょ、あ、開いてる、ここだ、あったあった、あ、これがあれやね、最初に見た一番高いところの黒い塔やな、これか。うわー、ついに来た、これもう絶対ボスやね、ここは間違いない。うわー、もうなんかさっきの敵を見る限りもうボスは予想すっけど、うわー、でもこの装備がありゃいけるかな。ちょっと攻撃のポーションも準備しておいて、ここはフルに使おう。いるかな、あー、この扉の先だね。ちょっと軽くチラッと、あ、来たか、待っていたぞ。ん、なんだ、スポーンめっちゃあるけど。我の名はトレクシー、魔の者たちの王なり、その鎧、その剣、お前らはあのシーバンの末裔か何かか。ああ、この装備くれた、ノルンさんの末裔かと、懐かしいものだ。おっと、思い出に浸っている場合でもないな、ちょっと思ったより魔王なのかこの人、あんまり怖くはないな。そろそろ始めよう、楽しませてくれよ。うわ、もうめっちゃ湧いてるけど、これまたスポーン壊す形、あ、ゲージ出た、なんだ、ん、うわ、やっぱり出たよ、ウィザーか。うーわ、ちょっと待って、まずこいつら壊さんと。うえ、待って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 、数がまたおかしい、また数がおかしい、頭おかしい数になってる。ちょっと頭おかしいよこの数は。よし、3つ目、これは相手知らんね、ポーションまだ飲んでなくてよかったな。力
近えよ近えよ。オッケー、これで、え、ちょっと待って、1体だけじゃない、3体いる。待て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 、3体はやばいって、1人で3体は輝きれんて。うおー、なんなんこの駆逐、マジで言ってる、嘘やろ。マジか、3体いんのか。ん？消えるか。なんだ？何？めっちゃ爆発音はしてるけど。誰だ？あ、シーバーン！聞こえるか？よかった、聞こえたか。おお、前回でお別れって言ってたけど。封印したはずのトレクシーが復活したのはそういう理由だったんだ。一案で出しとくか。え、なんで俺が話しかけられるかだって、いろいろ頑張ったんだよ。だからその何を頑張ったか聞かせてくれよ。そんなことはどうでもいい、今はとにかくトレクシーを封印することが先決だ、つまり倒せと。うわ、トレクシーを倒すとそいつの頭が手に入る、その頭を俺が用意する箱に入れるんだ。なるほどね。うわー、倒さなきゃいけないのか。それで奴を完全に封印して、お前の旅も終わりだ。あ、役目は終わりだ。はいはいはい。最高の役目でかすぎんよ。シャレにならんねえけど、その役目。とんでもないもんを置いていったな。うわ、音がやべえよ。これはちょっと音を抑えようか。これは多分恐ろしくうるさいよね。ちょっとこれぐらいしようか。よし、これがまあ多分最後の戦いやろうからな。気合入れていこう。よし、いくぞ。お、でもあいつらは減ってる、デスポンしたな。よしよしよし、これが当たり前の状況やわ。これは無理。じゃあこいつ叩こう。いや、これ絶対食らってんぞ俺、めちゃくちゃ。うわもうこれは何度死んでもいい、行くしかない。ちょっととりあえずまんべんなくでもいいからダメージ与えといて。よいしょ、これせめてな、隠れる場所があったらな。まだマシなんやけど、んなもんねえからな。くっそ戻ってる、回復してんのかな。うわ、わかんねえ。あ、ちょっとずつ回復してる。あかん、これマジでこれ死にゲーやな。蘇ってダメージやっての繰り返しだわこれ。とりあえずこいつら一箇所にまとめれたら最高なんやけど。あー、くそ、離れるな。はい、よいしょ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 、これは無理ゲーどうにかしならんか、これ何この絶望的な状況は。よし、とりあえず1体さえ来てくれればまだやれる。よいしょよいしょ、オッケー、いいよ。ダメージはちゃんと入ってるけど死ぬよな、やばいな。よし、お、結構入った、今回は結構入ったぞ。いいダメージ、いいダメージなんやけど、これがどんぐらい回復させられるか。急げ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 、一匹ずつやな、マジで一匹ずつやらんとダメやな。あ、けどだいぶ貯金できたんじゃない、これ。これであの隅行って避けます、で、こっち避けます、いいぞ。よし、オッケーオッケー、これで貯金ができたらありがたい。よし、行こう、あとはあいつはもうちょいのはずや。行け、俺俺体力は見えないんですけど。え、どういうこと、あともうちょいのはずやで。よいしょ、よし、倒した。これでまず1回目、よし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 、やっぱり1回ずつ誘う作戦は成功やな。オッ
けー、これで多少は楽になるぞ。何回死んだかな。1体につき10ぐらい死ぬかもしれない。これきついなー。よいしょ、まずこっち。あー、さすがに誘いない。どこ行った。あ、来た来た来た。お前はとりあえずこのマップの端に来さして、切る。ああ届かないな、くそー。まあとりあえず端にまでは来させた。よしよし、こっちも避けます。殴る。よし、壁際はいいね、まだやりやすい。当たってくれ。よいしょ、くそー、遮断物が欲しい。くー、ほんとちょびちょびやな。よっ、これこれ、あともう少しで風まとうんじゃないか。よいしょ、まだ早く下がってきてほしいんやけど。うわ、その前倒れるかもしれん。よし、まとったまとった。オッケー、2体目もまとった。さあ、あとは全力で殴るだけや。殴るだけやから、ちょっとポーション使って速攻で削ろう。よし、ゴー。これが1分間。まあ1分間も持たへんやろ。あれ、どこや。え、戻ってる、戻ってるし。オッケー、今焦った。よし、オッケー。あ、やっぱポーション強え。よし、いい調子。あと残1。覚悟しろトレクシー、残り1頑張ろう。行くぞ。いた。まだ1体になれば楽じゃねえか。え、どうした、え、どうした、めっちゃ回ってるんだがなんだ、作戦変えてきた命を大事にしてきたから。うえー、やっぱ強いね。1体となってもやっぱ攻撃力はバカにならんね。でも削れてる削れてる、こういうちょっとでも削れたらありがたい。いた、避ける。よし、ジャンプジャンプ、頑張れ頑張れ。俺のキャラクター、もうちょっと高く、もっと高く。うやー、回復してる、余裕で回復してる。よし、どこや。いた。よし、あともうちょいなんだ。おいおい、よし、風まとった。これはいける、そのままいけるんじゃないか。消えろ。よし、なんでやねんどうしてそこで死んでしまうの切ねえそう、かっこよく決めたかったのに今マジかよ、相打ち相手もあるある。はあ、最後まであいつやってきよったなある意味面白い映像やったけど、今あんな相打ちあるんや明らかにこっち早く切ってきやしたのにな、悔しいな。でもまあクリアできてよかった。いやー、これはつらかったよ。よし、これでようやくトレクシーの頭とネザースター、よしよし。てかもう初めからこの剣使えばよかったな。アンデと特攻と虫特攻一応残しちゃおいたんやけど、めっちゃ強かったな。いやー、よかった。ちょっと最後は情けなかったけど、よし、これで入れよう。これでいいのかな、ネザースターも。お、設置しました。これで、お、ここまでか。楽しませてもらったぞ。私はおとなしくここで寝ていよう。あ、なんかえらい聞き分けがいいな。だが私はいずれ復活する、必ずな。お、来たー。よし、最後までプレイしていただきありがとうございます。これで、このアドベンチャーマップの全ステージが終了となります。おっしゃー、じゃあ最後に魔王を倒して、一応この主人公は
まあ物語を終えたわけね。ああよかったー、いけたー、よーし、プレイヤーの皆さんに感謝します。いやこちらこそ、いやいけたよー、最後マジどうなるかと思ったけど3体、いやー辛かったなー。プレイングフォーサンキュー。あーなるほどね、そういうことか。プレイングフォーサンキュー、いやこちらこそありがとうだよ、もう散々楽しませてもらったな。よし、じゃあというわけで、クリアしたということでね、今回エクスペリエントオブタイム、実況は今回で終わりたいと思います。いやーがっつりやったな、こんなにパートがいくとは思わなかったまあ最初にねこのお城に、行ったっていうのもあるけど、いやまああれもね賛否両論やったけど、まあまあまあ下準備もできたしね、心の準備もできたし、まあ、結果的には良かったかな、クリアしたしな。いやしかし濃かったな、いろいろ仕掛けがありすぎて、いや面白かった。ちょっと最後らへんにはノルンさんにもちょっとじわっとちょっと累戦をねやられかけたけど、いやーいい物語でした。ダンジョンも素晴らしい、ぜひともこれはねみんなにやってほしいね。また動画の詳細文の方に、ダウンロードリンクを貼っておくので、ぜひともね皆さんやってみてください。そしてね最後の城に行って本当に泣いてくれ、これはやばい。今までいくつもダンジョンとかやってきたけど、いやそれを群を抜いてここはつらかった。いやぜひともやってみてください。じゃあというわけで、そろそろ実況を締めようかな。ではまた別の旅に出るかもしれないけど、またその時に、お会いしましょう。じゃあ長らくご視聴ありがとうございました。ほんならまた、バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。各端末ごとの登録ボタンをクリック、上の図から登録していってね。チャンネル活動一覧です。1週間の活動を公開、月曜から始まり日曜までてんこ盛り、もっと詳しい情報は Twitter までお願いします。また皆様に会えますように、バイバイ。